こんにちは。本日は新シーズンの J リーグ開幕に合わせて、ついにですね、ローランドさんと森島社長のスペシャル対談が実現しました。僭越ながら司会は私、サッカージャーナリストの中山敦が担当させていただきます。お二方、今日は短いです時間ですが、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずローランドさんは2020年からセレオに就任して、今年で3年目になるわけですけども、これまでセレオとして活動してみて、何か新たに感じたこととか、あるいは発見したことなんかは何かありますでしょうか。発見、そうですね、こうして一つのクラブに、こういった形で携わるのが初めてだったんで、正直、なんていうんですかね、1チームに肩入れして、オールシーズン見ていくっていうことがあんまりなかったんですよ。特に海外サッカーやったらバルセロナが好きなチームで、シーズン通して追ったりとかは、特にあったはあったんですけど、こんだけフルシーズンで90分のゲームを全て見ていくっていうのがなかったんで、90分でフルタイムでオールシーズン見てみると、若手の選手が伸びてきたなとか、システムこういう風に入れ替えてるんだなとか、そういうところで一つ一つのハイライト見て、うわこのプレーうまいなとか、今のスーパーゴールだなみたいな楽しみ方から、よりチームの一員として、あ今日この選手使ったんだとか、なんで選手調子よかったら使わないんだろうとか、そういう目線っていうのは、こうしてがっつり関わったことによって、あ面白いな、そういう見方もあったんだなとか、采配にも口出ししたくなるよ。ここはそうなんだとか、逆にこの選手をトップチームに引き上げたんだとか、そういうのが新しい感覚で面白いですね。いわゆる継続して見る楽しみみたいなところですよね。オールシーズンで見る楽しみっていうのは、本当に勝った時の喜びとかも、うわこの選手使ってほしかったけど使ってくれてマジ活躍したなとか、そういう楽しみはすごく今すごく楽しいですよ、見てて。まさにセレオ染まってきましたね。そうですね、正直就任するまではセレッソっていうその歴史とかまでは知らなくて、その8番が持つ意味だったりとか、クラブのそのアイデンティティとかは携わってみて分かった部分が正直ありますね。いや森島社長、すごく心強い、はい、コメントですよね。いやもう本当心強いですね。本当試合のところのサポートも、今ローランドさんが言っていただいたように、いろんな選手たちとも関わっていろいろね、対談もしてもらいながら、選手たちもいい刺激ももらいながら、また本業の試合に行ったりとかね、いろんな形で本当セレッソに関わってもらってるので、クラブとしてはね、私たちのクラブとしてもローランドさんがよくいろんなところでセレッソのまたユニフォームを着てくださってるので、はい、その話題でですね、みんなどこどこでまた来てくれてたっていうので、本当もうクラブもサポーターもみんながすごくローランドさんがセレッソの一員としてね、関わっていただいてるっていうのが非常に嬉しく思ってます。いや本当にそう言っていただいて僕も嬉しいですし、本当にやっぱいいクラブじゃないですか、セレッソっていうのが、サポーターもあったかいですし、そうですね、あったかいですね。で優秀な選手もいて、であったかい反面やっぱりシビアでもあると思ってるんですね、セレッソのファンっていうのは、はい、無条件に何をやっても愛してくれる存在ではないなっていうのは僕やってみて気づいたんで、あ本当にこの人たちに対して愛情があるっていうのを理解してもらわないと僕は受け入れてもらえないなっていう危機感を見ながらやらせていただいてたんで、もちろん僕が100点だとは思ってないですけど、僕の全力は伝えてるつもりなんですよ、クラブに、はい、だからそういう温度感をちょっと頑張って僕がアンバサダーの方とかにも伝えていけたらいいかなっていうのは、そういう企画とかあったら面白いなって思いました。いやそうですね、ありがとうございます。セレッソのことを思って、ね、こういうユニフォームを思いを持って着て、いろんな形で広めていただいているというのもすごく伝わる、その熱量は、はい、もうクラブももちろん選手もサポーターにもすごく伝わってる。ですか、もういつでも考えてますよ、僕は24時間。すいません、私も24時間寝てる時間あるな、ちょっと。サッカー、J リーグ全体で、突きつけられている問題かもしれませんけども、いわゆるコアなサッカーファン以外に、新しい
ファンを増やしていく作業といいますか、うん、そういったこう、まあ、なんか具体策として何かこうローランドさんと、まあ、森島社長それぞれこう考えていることとか、うん、アイデアみたいなものありますかね。今まで来てたのに来れなくなった層っていうのももちろん言われると思うので、はい、そういう人たちもやっぱりこのスタジアムにしっかり帰ってもらえるようにいろいろな形で働きかけるっていうのもそうですし、まあ、あとはやっぱり、はい、まあ、長井の近辺もそうですけども地域の皆さんにもやっぱりセレッソのクラブっていうところが自分たちのクラブという形でやっぱこう足を運んでもらえるように、まあ、地域のところともまあしっかり連携をしながら、セレッソが、まあ、本当にこうセレッソができた時っていうのは本当にこう周りの人たちが、はいはいはい、自分のことのようにやっぱ応援をしてくれてやっぱそこに行こうという思いも持ってくれたっていうのもあるので、うん、まあ、そういったところの、まあ、ホームタウン活動もしっかりやりながらまた、はいはい、先ほどローランドさんも言われたようになんかこう新しくなんかこういろんな面白いことやってるなっていうものを感じてもらいながら、うん、で、まあ、チームはチームのそのやっぱこう目指すやっぱこう皆さんがこうアグレッシブにワクワクするようなものっていうものをしっかりつけれるように、はい、もうそういうことというものはしっかりとこう皆さんにお見せしてこう期待感に変えていけたらなというふうには思ってますけどね。新規獲得ももちろん大事ですけど今いるそのずっと長年大事にしてくれてるファンのことをやっぱ考えるっていうのも取り組みとしてすごく必要なのかなっていうのはなんかすごく思いますね。うん、そこら辺のバランスでね、いい方法が、ね、あればいいと。まあそうですね、まあ、本当にね、どういう状況でもスタジアムにやっぱこう足を運んでくださってやっぱこう、ね、うん、応援をしていただいている人っていうのは本当にこう、まあ、長年クラブというものを、ね、サポートしてくれているので、はいはい、まあ、そこに対してのやっぱりこう、まあ、クラブとしてもやっぱそういう姿勢であったりまあ、そういうものっていうのは本当にこう大事にしていかないといけないなと、うん、例えばこう今度ローランドさんが、はい、まあまあ、実業家としてもいろんな経験を積んでると思いますけども、うん、セレッソ大阪という、まあ、クラブを感じる中でビジネス面というか、はい、まあ、収益みたいなお金の話になりますけども、うん、なんか事業をこう拡大するまだ余地がありそうだと思える部分っていうのはどんな形になりますかね。いやもう中山さん素晴らしい質問をしていただきますね。ありがとうございます。そうですか、まあ、こんなに起業して長いわけじゃないんで僕も偉そうに言えるっていうか勉強の身なんであれなんですけど、なんかこういうのがあったら嬉しいなっていう面で言うとやっぱりその僕ピンクのユニフォームってなんかセリアのパレルモぐらいしかまあ、ないと思って結構珍しい特徴だと思うんですね。だからなんかそういったところで、まあ、ピンクって女性ともこうに、ね、好まれる色でもありますし、なんかそういった面でいくとグッズピンクをもう少し売りにしても面白いのかなとか、なんか普段着られるスタイリッシュ なんかスポーティーに寄せるっていうよりもなんかこう本当にスタイリッシュなデザインのピンクのウェアとかあったりとかしたら面白いなと思うんですよね。で可愛い子はなんかピンクのユニフォームでちょっとスタイリッシュなの着て SNS とか上げてくれたら、まあ、なんかセレッソのユニフォームってすごく可愛いねみたいな印象になると思うんで、なんかそこのピンクであることのすごいアドバンテージですかなりあると思うんですよ。特に女性ファンって可愛いユニフォーム着て応援したいなって気持ちって絶対あるじゃないですか。だからなんかそういったところで商品とかあったらもう少しこう女性が増えるのかなとか思いますけどね。ちょっと今のもみんなスタッフもメモってるところで。ローランドさん、今シーズンのセレッソについてどんなところに期待してますか。今シーズンですか。はい、うん、新しいシーズンですね。そうですね、やっぱりこう主力が、まあ、藤田選手だったりとか、うん、まあ、瀬古くんとか坂本選手抜けちゃったじゃないですか。はい、なった時にもちろんすごい力のある選手だったんで、まあ、正直言うともうすげえ悲しいなって気持ちでもあったんですけど、うん、まあ、ステップアップなんでやっぱ応援したいなっていう気持ちになってますし、穴をこう誰が埋めるんだ、俺がもう例えば坂本選手の不在なんか感じさせないから俺がやってやるよっていう選手がこう出てきてほしいなっていうのはやっぱ
ありますね。なんで最初は喪失感がすごい大きくて、いや悲しいなって悲しみに明け暮れてたんですけど、まあ、プラスに考えたら誰かがそこを埋めるぐらいの気持ちないとクラブって、ね、ずっと選手を保留しておけるわけじゃないですから、だからそこの穴をもう俺が主役だぐらいの気持ちで埋めてくれる選手が出てきてくれることを、まあ、すごく楽しみに僕はしてますね、うん、新しく本当に入ってきた選手たちっていうのが、まあ、それぞれのポジションで、まあ、今回でも両サイドバックも山中選手、うん、前熊選手も、もう今までが松田、そして、丸橋が絶対的な選手でしたけども、はいはい、まあ、彼らも本当にこうちょっとこう尻に火がついたような、もうキャンプも非常にですね、あ、競争高かったですか。もう丸橋も非常にもうここ何年間見てもいい、はいはい、もう一番いいんじゃないかなっていうぐらいの感じでキャンプもやってましたし、まあ、個人的にちょっとね、ちょっと早すぎるんじゃないかなと思う仕上がりがね、清武キャンプがね、もうなんかちょっと、もうちょっとゆっくりめでいいんじゃないかなっていうぐらい、すごく仕上がってますし。うん、生え抜きがそれだとやっぱ盛り上がってきます。山中選手のコンディションどうですか。僕結構山中選手に注目してて、いや、まあ、サイドバックで使うのか、もう一個前で使うのか、はい、いろいろあるんですけど、そのコンディション的にどうなのか、結構調子良さそうでした。非常に丸橋選手が今言ったようにプレッシャーを感じているぐらいちょっとありますし、はい、やっぱ左足のやっぱキックのね、はい、の魅力っていうのは、うんうん、いい選手ですよね。やっぱりこう、まあ、ボール一回蹴るといろんな人たちがそれにこうあらっていうこうね違いを感じさせられるので、はい、そういった意味では非常に楽しみですね。あとは若手選手とかユースからのこう上げたりとかも結構積極的にやっていく方針なんですか。そうですね。ユースの選手も今回でも、キーパーで3人ですかね、はいはい、練習参加してましたけど、いいですね、やっぱ十分ですね、はい、もうこの中にトップチームの中に入ってやっても、はい、まあ、戦力としてもいけるんじゃないかなというぐらいの本当質の高いプレーを見せてくれてましたね。そうなんですね。やっぱ生え抜きやっぱちょっと特別な思いをねサポーターからすると思ってしまうんで楽しみにしてます。もう北野颯太君とか、はいはい、もうまあ、1年生 でもすごい、まあ、アンダー23の試合とかも出てたんですけども、うんうんうん、まあ、2年になって、まあ、すごく、まあ、成長というものが一段とこうガンとこう感じてた部分で今見てみると、はい、たくましくなってましたね。ちょっと力の強さが出て、まあ、実際宮崎キャンプでもスコアボードを見ると結構北野颯太っていっぱい彼結構点取ってるんですよ。はいはい、期待しても大丈夫ですか。もうこれなんかボールタッチも見ててもちょっとこのワクワク感というかね、はい、まあ、そういう部分というものもすごいありますから、ぜひここも注目はしてほしいなと思います。楽しみですね、はい、いや話がつきませんけども、そろそろちょっとお時間があれはあっという間ですね。いや、すいません。で最後ちょっとお二方に一言ずついただきたいんですけども、まずはローランドさん、今シーズンセレオとして何かこう取り組んでいきたいことみたいなの何かありますかね。いや、もう僕ができることはやっぱりこのセレッソの愛情を伝えていくっていうところと、まあ、より多くの人に知っていただくっていうところがもう僕の一番の任務だと思うんで、まあ、ピッチで戦うのは選手たちなんで、それを最大限まあ、サポートできるような、でサポートって何かなって考えたら、一人でも多くの人にスタジアムに行って選手のプレーを見てもらうことだと思うので、そういったところでもう地道にできることをね、テレビの需要なくならない限り一発屋と言われて、僕早4年なんで、まあ、しぶとく生き残ってるんでこれからも、はい、スポンサーの兼ね合いでめっちゃよどこって入ってるから、来ていくと嫌な顔されることもあるんですけど、めげずにこれ私服なんでっていう気持ちで来続けますよ。それが僕の、はい、一番の仕事だと思ってます。いや、楽しみですね、はい、じゃあ森島社長、はい、今シーズンの目標とそれからあとやっぱり応援してくださるサポーターに一言お願いします。はい、そうですね、まあ、今シーズンはね、やはりこう昨シーズンの悔しさというもので、
やっぱりタイトルを取ると、これクラブもサポーターも選手たちもその思いっていうのも強いですし、やっぱりタイトルを、今シーズンは絶対取りたいという思いと、またやっぱり ACL アジアにやっぱもう一回挑戦をしたいという思いっていうのはこれみんなやっぱり持ってるので、そういった意味では、しっかり本当に3位以内というところをね、目指す中で優勝いきましょう、優勝。そうですね優勝いきましょう。もちろん優勝っていうのはもう3位以内に入るということは優勝争いをするということですから、はい、そこをしっかり目指していくと、はい、いう中で、昨年もやっぱ皆さんのなかなか期待に応えることができなかったというところで、本当にローランドさんもですね、もう先頭になって本当セレッソというものを、はい、全国に広めていただいてますんで、ありますよ、一緒にチームとともにですね、やっぱタイトル、はい、優勝というのを一緒に喜べるようにね、今シーズンをですね、いいシーズンに本当にしていきたいなというふうに思ってますんで、はい、ぜひ今シーズンよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。楽しみなシーズンですね。それではお二人、本日はありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。社長、ありがとうございます。ありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。